さあ選手たちが入場してきました。2022明治安田生命 J2 リーグ第20節盛岡市の岩銀スタジアムから岩手グルージャ盛岡対ヴァンフォーレ甲府の一戦です。ゴール前ウィリアン・ディラ左へ小林が待っています。長谷川が近づくワンタッチ小林抜けていくクイックロスウィリアン・ディラが飛び込みましたが有限推進力あるドリブル左へというところこぼれてモレラトの元へモレラトから松田ワンタッチ松田もう一度松田右足ファインセーブ川田もう一度松田そして押し込んだ岩手グルージャ盛岡先制石井啓太の右足 J2 初ゴール今シーズン怪我で出遅れた石井、まあ、そしてボランチの選手が決めてますから石井選手の飛び出しも非常に良かったですし、まあ、ここで切り返したところ落ち着きと、まあ、しっかり甲府もボールに対して戻ってましたけども最後その執念ですよね岩手の方の執念が上回ったというところのゴール、まあ、石井選手にとっては非常に大事なゴールになりましたし、まあ、ここ岩手の先制点を奪えばというところを最初話してましたから、まあ、このゴールがこの試合に与える影響というところは大きくなるかもしれないですねというところはファウル取られましたね、はい、ここもボールを奪う中野左足シュートコントロールショットファインセーブ川田ホームで初勝利となるでしょうか。さあ長いパスが通る鳥海のシュートナイスセーブ松山落ち着いていました。しかしこの鳥海の突破力柔らかなクロスゴール前混戦ヘディング弾いたここもファインセーブ松山よく対応しました。三平すらそうというボール小野田が前へヘディング前へ送った、うん、さあ変わっていったオタボーだオタボー右シュートヘディング大きく蹴りました。ビスマルクがここで試合終了の長いホイッスルが鳴り響きました。岩手グルージャ盛岡今シーズン8度目のホームゲームで